お元気ですか？谷村新司です。風が香り、色が鮮やかになっていく季節、それとともに、梅雨という日本独特の季節の中で、あなたは今何を感じているんでしょうか？四季の移ろいを実感できる、そんな日本にいて幸せを改めて感じている、そんな日々かもしれませんね。さあ今日も気ままな一人語りラジテレ、ゆっくりと始めてまいりましょう。今日のテーマは食べ物ですよ。もう皆さん大好きな食べ物、今日のテーマはみんな大好きなお寿司。いいですね、お寿司です。日本の食文化の世界遺産と誰もが認めるお寿司。今や外国人の方たちも生の魚が食べれるようになる人も増えて夢中になっている、そんな観光客の人が多いようです。お寿司って漢字で書くと、御用の御、それと寿の巣、そして司の死、意味は、尊敬すべき喜びを司る食べ物という、これがお寿司ですよね。日本という、地理条件が生み出した最高の料理だと僕は、いつも思ってるんですけども、海に囲まれたこういう場所で、そしていつも、新鮮な魚と美しい水で育ったお米との合体、そしてそこに抗菌作用があるお酢と生姜、そしてまたそこに発酵された大豆の醤油、まさにパーフェクト食だといつも思ってます。他の国々は食材を保存するために、工夫を凝らしてお塩を使う。食材に恵まれた日本は新鮮なものをそのまま食することができる、なんて恵まれた国なんだろうと改めて思いますよね。この島国、日本ならではの文化のシンボルだと思うんですけども、でも同じ島国でもイギリスでどうしてこの生魚を食べるという文化が発展しなかったんだろうなっていう、そこがやっぱり日本らしい特徴なのかもしれないと思います。